こんにちは。私はブンスリーと申します。今日は、拉致文工大学工程部の食堂を紹介いたします。今日はラダムを、注文します。เอาราดหน้าจานหนึ่งครับผมครับここでは人々が何を食べたいのかわからなくて心から選んでしまうかもしれない食べ物になるでしょう待っている間に他のお店を紹介します17点になりますが本日は1点の休みですこれは別のレストランになります大人気のうどん屋さんです。次は味噌や軽食を売るお店。次は焼き魚屋さん。そしてこれは別の味噌屋です。食べ物を見て。見ましょう。食べ物が到着しました。40バーツです。美味しそうですね。まずは食事をする席を探しに行きましょう。まず水を買いに行きます。私は小さなカップを緑茶を買います。この店にはたくさんの飲料水があります。例えば、オリアン、コーヒー、ストロベリー、ココーなどです。15バースです。
よし、始めよう。柔らかい豚肉と少し硬い野菜です。人参はありますが、酢醤ラーナムには人参はありません。麺は太麺になります。やわらかめです。美味しいと思います。レオクシャに関してはあまり美味しくありません。食べてお腹いっぱいになりました。ご覧いただきありがとうございます。どうもありがとうございました。バイバイ。